昔ある人が幼少の頃に父を捨てて本で逃げてったんだけれども、ちょっと待って、ある人が、はい、ある人が幼少の頃にお父さんを捨てて逃げたの？さあ、へえ。あのさ、出だしでつまずかれるとさ、ちょっとごめん。ちょっと設定が奇抜でちょっと内容が入ってこなかった。はい。あの幼少の頃に親父を捨てて逃げてって、ほんで、ま、長い間他の国に住むようになったりして、あるいは10年。は。20年。は？はたまた50年。だからさ、分かってる。結局一体何年なんだよって。分かっとるで。こういう表現、三者片句でもあったよね。そこにはたくさんの人がいて、100人、200人、あるいは500人。ちょっと待って。何よ。何 ?100 人？はい。200人？はい。え、どっち？うん、あるいは500人。いやいやいや、だから結局何人なの？だから、100人、200人、あるいは500人です。いやいや、ま、なんか、独特な感じですよね。とにかくそんだけ長いこと他の国でフラフラ放浪してたんだよってことです。そんな感じで50年に至るぐらい長い年月を経ていくわけなんですよ。ちょっと待って。なんだよ。あのさ、幼少の頃にお父さんのとこから逃げてって、うん、でしかも50年も経ったってことでしょ。そうですよ。この時点でもうだいぶおっさんだよね。はあ、例えば10歳で逃げてったとしたら、この時点で60歳ってことでしょ。そこは、はあ、そこはちょっと多めに見てくださいよ。はあ、で、ちょっと聞いてるよ。ね。で、この人は、まあ、暮らしの方はというと、ますます困窮していって、こう、四方に翻弄しては、移植を探し求めて、まあ、あっちに行ったり、こっちに行ったりと、放浪の旅をしているうちに、偶然、自分の国へと向かっていったのでした。あの、何ですか？いや、あの、違くて。こういう、なんて言うんですか、法華経の描き方っていうのは面白いですよね。うん。と言いますと？うん。いつもさ、なんか、あっち行ったり、こっち行ったりって、四方に走っているって描き方されてますよね。確かに。あの、ほら、史上が持ついろんな苦しみをギュッと集約した言葉として、生老病死って表現されたりするじゃん。うん、はいはい。つまり、そういう四方のこの苦しみに振り回されて、右往左往している姿、そういうことを表したいんだろうけれどもね。うん。実際に釈尊も四方の門でさ、出会ったこう苦しみにあえいでいる人々を目の当たりにして、それがきっかけで救える方法を探す修行をしていくことになったわけだからね。うん、確かにそういう苦しみに振り回されてこう右往左往している姿は私たちの姿、修行の命をうまく表現しているなと思いますね。ごめんなさい、話の途中で。いいんだよ。法華経で出てくるどの物語もそうなんだけど、必ず何かが何かに例えられているので、そういうのを想像しながら今回の物語も聞いていくと面白いかもしれないよな。後でこれ解説しようかとも思ってたんだけども、ここまでの話の流れっていうのがあるじゃん。この設定条件自体を見ても、まあなかなか面白いとこついてんなと僕は思ってて。おっと、ごめんなさいね、話の途中で。え、なになに、ちょっとそれ面白そう。なんかそれ先に話聞きたいな。あ、そう。この人いろんなところに放浪して、まあ50年が経ったよって。うん、結構なおっさんになっちゃったよね。結構なおっさんはいいとして、で、この物語のスタート地点で50年に至るという50年という数字が出てくるのが、なんかやっぱり感慨深いなと僕は思ってまして。うん、どういうことですか？うん、この放浪してた人っていうのは、まあ我々とか、まあ衆生の命、まあうさぎさんが言ってくれたけども、この衆生の命、まあ我々のこととしてももちろん捉えられるんだけど、法華経ってさ、舞台は仏の説法に対して弟子たちがそれを聞いているっていう設定じゃん。つまり法華経で言ったら、仏の説法を聞いている弟子たちのこの今までの姿ということも言えるわけさ。うん、なるほど。うん。で、今やってるこの話っていうのは、この後すぐこの人のお父さんっていう人物が出てくるんだけど。うん、金持ち父さん？そうそうそう。
このお父さんが、まあ、いわゆる仏の方を表現していると一般でも言われているわけですよ。うん。で？で、釈尊がブッダガヤの菩提寺の元で悟ったと言われるのが30かそこらで、それを浄土っていうらしいんだけれども、それはいいんだが、そこから50年、釈尊は教えを説いてって、晩年にたどり着いたのがこの法華経だと言われているんだよね。うん。何々？面白そう。うん。まあ、ですから、この50年という数字は、まずその仏が、まあ、死が50年を経て、やっとこの究極の真実の法というのを弟子たちに説いていくというところまでたどり着いたというこの年月の長さでもあるし、なおかつこの弟子たちの側もこうね、自分の外にね、外に何かを追い求めて、結局この四方に翻弄されてさまよい歩いていたところから、いよいよ戻って、そして聞く準備が整ったという、そういう弟子たちの奇跡でもあるわけです。おー、つまり、うん、つまりこの真実の法に対してこの師匠と弟子が共に向き合った、このたどり着いた道の長さでもあるわけなので、この50年は別に適当な数字を出しているわけではないと思うのですよ。なるほどね、深いね。うん、師と弟子、つまりこの物語でいう父と子が50年の歳月を経て、今ようやくここで出会う説法の場の釈尊と弟子、師弟の関係ともこれリンクしているわけです。で、もう一つ、外に放浪していた子がもともといた国に戻ってくる、なぜなら父親はもともとにいた場所にいるからと。この物語の父親が仏を暗示しているんであれば、仏がいる場所は自分の場所、つまり仏の働きはもともと個身の中に自分にあるものなんだと、ここが暗示されているものだということもわかるわけです。なるほどね、深いね。そうなのよ。じゃあなんかもう結論が出たからこの辺でやめとく？なんでだよ。なんか仏の働きは己にあるよって、もうそれでいいのかなって思っちゃった。話はこっからなんだよ。冗談ですって。ということで、まあ、父を捨てて50年放浪してた人が自分の国にたどり着くところから本編がいよいよスタートします。では参ります。はい、どうぞ。ここからは場面は父の方に切り替わっています。父の方はというと、それ以来我が子を探し求めてはいたのだが、探し出せぬまま、とある町に留まっておりました。その家は大いに富み、財宝は計り知れないほどありました。いいですね。金、銀、瑠璃、サンゴ、琥珀、ハリシュなど、それぞれの倉庫にことごとくあふれんばかりに満ち満ちていて、うん、いいですね。多くの使用人、家臣、衛兵などがおり、象、馬、車の乗り物、牛、羊など無数にありました。そして広く他国との取引で利益を上げ、商人や顧客たちなどで大にぎわいを見せておりました。なんか随分家の中が活気があって何でもある感じですね。そうなんです。話を進めていきます。お願いします。今度は場面は息子の方に切り替わります。で、一方貧乏息子の方はというと、はっきり言うね、まあ、はっきり書いてますんでね。で、その貧しい生活をしていた息子はあちこちの村々を放浪して様々な場所を慌たり歩き、そしてついに父が留まっている町までたどり着いたのです。なるほど。はい、父はこのことをいつも思い続けていたのですが、我が子と離れて50年以上経っており、しかも誰にもこのようなことを話したことはありませんでした。ただただ自分の中で思い巡らし、心に後悔の思いを抱いていたのです。そしてこのように思うのでした。わしはもう年老いてしまった。多くの財産を持って、金銀や珍しい宝がこんなにも蔵にあふれるほどあるのに、息子がいないのだ。ひとたびわしが死んでしまえば、この財産は散り失せてしまい、譲るあてもなくなってしまうと。なるほど。お父さんはずっと思いを寄せ続けていたんですね。ええ。そんなわけで、常にその子を思い続けていたのでした。そしてこのように思うのです。わしがもし子を見つけ出すことができ、この財産を譲ることができれば、心安らかになり、もう心配して憂うこともなくなるのにと。
そんな時にこの貧乏息子は雇われの仕事を転々としていて、偶然にも父の家にやってきたのでした。おっと、いよいよ出会う時が来るのかな。ええ、で門のそばに佇み、遥か遠くにその父を見ると、獅子の毛皮を敷いた座に座り、宝石で飾られた台に足を乗せ、多くのバラモンや王族長者などが彼を敬い、その周りを取り囲んでおりました。千万もの価値のある真珠の首飾りで身を厳かに飾り、雇い人や召使いらは手に発数を持って左右に控え立っており、宝石を散りばめた帳で覆われ、さまざまな花の旗が垂れ下がり、香水を地に注ぎ、たくさんの銘菓を散らし、宝物がずらりと並べられ、それを出し入れして与えているのです。このようなさまざまな厳かな装飾がなされてあり、威厳に満ちていました。親父すんごいなんかマハラジャ的な。すげえよな。で貧乏息子は父のこの豪勢さに圧倒され、途端に怖くなり、ここにやってきたことを後悔し、密かにこのように思うのでした。この人は王様が王様に等しい人に違いない。ともかくここは私のような者が雇われて物を得るようなところじゃなさそうだ。もっと貧しい村に行って働いた方が衣食が得やすいかもしれない。こんなところにいてはただただ搾取されてしまうだけだと、このように思い、急いで走り去っていきました。なるほど。お父さんを見てもそれがお父さんだということがわからないんだね。そうなんです。一方止める長者は獅子の座から見て、即座にそれが我が子だとわかり、心は踊り、このように思うのです。おお、やっと我が財産を与えられるものを見つけ出したぞ。常にこの子を思い続けていたのじゃが、見つける手がかりはなかったのだ。ところが突然自らこちらにやってきたではないか。わしの願いがついに叶ったぞ。わしはもう年老いてしまったが、わしの財産を譲りたいという思いが強いのだよ。なるほどね。息子と違ってお父さんの方は我が子がすぐに分かりましたね。まあそこなんだな。つまりだな、お父さんは息子がたとえどんな姿になっていようと、たとえどんな境涯になっていようと、それが我が子だということが瞬時に分かった。これは深いよね。つまり僕たちもさ、自分にこう物証があるよっていう風に言われても、自分がすっごい今人生に翻弄されて悩んでたりなんか苦しんでたりとかすると、そんなの信じられないじゃん。息子が親父の顔を見ても全くわからないのと同じで、でも仏はあなたを我が子だということを一発で見抜くよと。自分の命のこの働きが、まあ、息子側と親父側として擬人化されて見せてるわけだけれども、こんな自分に本当に物証があるんだろうかって、物証があることが信じられない時とかに、それぞれの働きがこうやって視覚的に見えるように説明されているから、すごくなんか分かりやすいよね。そうですね。あとお父さんは息子が自分の場所からいなくなってもずっと探し続けることを諦めなかった、やめてなかったってこと、こうやってこう思う気持ちに引っ張られるように、お父さんのいる場所、つまり仏のいる場所に姿を現すことがやっとできたっていうのも深いなと思うよ。そうですね。でも自分にはふさわしくない、場違いなところだと思ってまた逃げちゃいましたね。そうなんだ。でその場から逃げてった息子に対しておやっさんはどうしたかというと、次に行きます。すぐそばにいた者に使わせて急いで追いかけ連れ戻してくるように言います。貧乏息子はびっくりし大声でこう叫ぶのです。私は何も悪いことをしていないのに、なんで捕まえようとするんだと。で使いの者は急いで鹿と捕まえ、無理やり引きずり連れ戻そうとするのです。おお、はい。でこの時貧乏息子は心の中でこのように思います。何の罪もないのに捕らえられてしまった、これはきっと殺されてしまうと。彼はさらに一層恐れおののき、気絶して地面に倒れてしまいます。わあ。で父は遥か遠くからこの様子を見て、そして使いの者にこのように言います。この者にはもう用はない、もう無理強いして来させなくてもよい、冷水を顔にかけて目を覚まさせなさい、もうこの者とは話さなくてもよい
った。おー、逃がしたってことですか？うん。なんででしょうか？まあ、次に書かれています。なぜそのようにしたかというと、父は子がすっかり卑屈になって志も低くなってしまったのを知り、自身のこの豪勢な姿では我が子は近づきがたいことが分かったからなのです。明らかにこれは我が子であるとは分かっていましたが、方便を使い他の人にこれは我が子なのだとは言わなかったのです。で、使いの者が、まあ、息子に向かってですけど、このように言います。今お前を話すからもう好きなようにしなさいと。貧乏息子は非常に喜び、地面から起き上がると貧しい村に衣食を求めに行くのでした。せっかく息子を見つけ出せたのに逃がしちゃったんですね。まあね、まず意味が全く分かってないってことでしょ、この息子。つまり真実を聞ける状態じゃないってわけだし。なるほどね。まあ彼のこの境涯ではたとえ真実をそのまま言ったとしても理解することができないって判断したんだろうね。でもこの親父、別に諦めたわけじゃなくて、自分のところに戻ってこれるように彼が理解できる言い方で再び誘うんです。なるほど、深いですね。長者はなんとか息子を連れ戻そうと方便を使い、密かにやつれた貧相な使いの者を二人使わせます。いよいかお前たち、やつのところまで行って穏やかにこう話すのじゃ。働けるところがあるぞ、倍の賃金をお前に出してやろうと。その貧しいやつがもし聞き入れたらここに連れてきて働かせなさい。もし何の仕事をするのかと聞かれたらこのように言うがよい。お前を雇ってクソを汲み取る掃除をさせるのだと。クソって。何時を雇いて悪太を払わしに。悪太、クソと書かれていますから、クソを取り除く仕事でございます。手作業で汲み取る感じ。そうだろうね。おお、で我ら二人もまたお前と一緒に働くんだと。その二人の使いの者はすぐにその貧しいものを探し出し、言われたことを話します。貧乏息子はまず先に賃金を受け取り、そのクソの汲み取りをやり出したのです。父は我が子を見てその姿を哀れに思うのでした。なるほど。お父さんはなんでここで哀れに思ったんでしょうか？まあ親父がこんなになんちゅうんですか、マハラジャチックな大金持ちの親父で、その息子のはずなのに、この大金持ちの親父見ても全然自分の親父だって気づかないし、あとなんちゅうの、汲み取りの仕事、この仕事だったら自分でもできそうだなって思ってる息子、自分はなんちゅうの、こそんなもんなんだというふうに思ってるというか、まあ説明が難しいけれども、まあ親父としてはやっぱり不憫だと思うでしょうよ。そうですね。でまた別の日、窓越しからはるか我が子の姿を見ていると、子は疲れ切って憔悴しており、クソや土ぼこりまみれで汚れているのです。そこで父は首飾りや柔らかな上着、そして厳かな飾りを脱ぐと、ボロボロで赤のついた服を着て土で体を汚し、右手にクソを取り除く入れ物を持って、気難しそうにそこで働いている人たちにこのように伝えます。おい、ちゃんと働くんだぞ、怠けるんじゃないぞと。親父さん近づいてきましたね。そうなの。この物語でもこのような方便を使うことで我が子に近づくことができたのでしたと描かれている。まあだから息子にさ、まず近づいても驚かれないように、こうなんちゅうんですか、息子が見えている世界、まあ同じ土壌まで降りてきて、まあそばに寄り添ってきてくれたってことだね。はい。新人間革命の中でも池田先生はこのように仏について表現しています。仏はどこか遠い彼方の国にいるのではない、シャバ世界という現実のこの社会にいるのである。仏は悩み苦しみ喜び生きる人間の生命の中に存在するのである。このお父さんもただただふんぞり返って遠くから眺めてたわけではなかったわけですね。その通り。で後にまたこのように言うのです。おいそこの男よ、お前はずっとこの仕事を続けるよ、どこにも行くんじゃないぞ。そうだ、もっと賃金を上げてやろう。必要なら器も米や麺、塩、酢なんかもあるんだから何も心配するな。わしには老いぼれた使用人がおる、必要ならくれてやろう。もっと気楽にいなさい。
私はお前の父のようなものだからな。心配するんじゃないぞ。なんでそんなことをするかって？それはわしはもう年老いているが、お前はまだ若いからじゃ。ちょっと待って。いいの？息子ももうおっさんでしょ？いいの。お前はまだ若い。いいか？働くときは人を騙したり、怠けたり、腹を立てたり、恨み事言ってはならんぞ。わしはお前が他の働き手と同じようにそういうことをしてしまうやつだとは見ない。今からお前はわしの実の子のように扱うぞ。と。そうして長者はさらに彼に名前をつけ我が子としたのです。なるほど。さらになんかぐっとお互いの距離が近くなった感じですね。うん、そうだね。で、この貧乏息子はこのような待遇に喜んだものの、それでも自分は身分が卑しい、ただの雇われている人間だと思っていたのです。そんなわけでさらに20年が経ってクソを取り除く仕事をさせ続けたのです。ちょっと待って。え、分かってる。どういうこと？分かってる。50年間逃亡してて20年組取りやってたら70で、分かってる。10歳で逃げ出してたら息子80で、親父さんじゃあ何歳よ。それはいいの、それはいいの、いいんです。でもまあ、ずいぶん真面目に働き続けられましたよね、この息子さんも。まあ、確かにそれはすんごいことだけども、どこかまだどうせ自分なんてっていう思ってる感じがするよね。なんかこう、このまんまでいいやと自分で思っちゃっているところがあるっていうか、なんかさ、僕らもさ、ごめんね話変わって、今の自分の生活とかなんかこんな感じだったら別に死ぬわけじゃないしまあいいかなみたいなのないね、信心してんのに自分の中にもう仏性があるんだっていうことを本当に本当に信じきれてんのかっていうのがあるじゃん。どっかまあこう、日常生活遅れてるからまあこんな感じだったらいいかなみたいな、なんかちょっとこう全力じゃないというか、もちろんちゃんと活動もしてんだぜ。でもこうなんとなくこうやんなきゃいけない活動とりあえずなんかやっててさ、なんかまあこんな感じでいいかなみたいな、これってやっぱなんかこの仏の敷地内で仏の近くにはいるんだけど全然信じきれてなくて、自分っていうのは所詮こんなもんなんだっていう風に勝手に思っちゃっててっていう、仏の敷地内でクソ取りばっかりしてる感じがなんかすんごい僕らっぽいなと脱線してすまん。ほんでそうしていくうちに少しずつお互いを理解し信頼し合うようになり、こう出入りするのに遠慮することはなくなっていくのですが、それでも住む場所はやはり元の場所のままでいたのです。と。元の場所にいてしまう。クマさん、やっぱりこれも難しそうですか？まあ難しいよな。たとえどんなにこう理解が深まったとしても、こう自分に染みついちゃってるもんだったりとか、まあ、そういう自分の命の癖というか、まあ、そういうのに引っ張られてしまう姿を表現してるとも言えるしね。なるほど。しかし長者は病気になってしまい、自身の死が遠くないことが分かると貧乏息子にこのように言うのです。わしは今多くの金銀や珍しい宝も持っており、蔵に満ち溢れておる。ちょっと待って。なんでしょう。彼らが出会ったのはさ、こう組取りの仕事のこんなラスボスみたいな感じで変装して息子と会ってたんじゃないの？これ身分隠してさ、こうサボるなよってさ。そうですよ。いつの間にこのラスボスがこれは長者だってこのことを息子は知ったんでしょうか？それはわかりません。まあそのお互いを理解し合うようになってきましたよってさっき言ってますから、どっかのタイミングで分かったってことになってますよね。はい、なるほど。はい、でわしは今多くの金銀や珍しい宝も持っており、蔵に満ち溢れていて、まあ、その中の量と、まあ、どれだけ与えるべきかはお前はもう全部分かっとると。これが私の思いであるから、そのように私の意を大してほしい。ん？ごめん、どういうこと？まあ、つまり、まあ、この屋敷にある財産を君も把握しているんだから、この財産は君が管理してねってことなんじゃないの？なるほど。なぜならば、もうわしとお前はもう全く異なるところがないからだ。よくよく用心して財産を失わないようにしなさいと。
いいですね。あの、これってその通り、わしとお前は異ならない。これぞまさしく尿がと思い、法華経全体に流れてる仏の性が尿がと思い、わしとお前は異ならない。仏とお前は別々のもんじゃないんだよ。すいません、ちょっと軽い発作が。で、貧乏息子はその教えを受け、金銀や珍しい宝と多くの蔵を管理することになったのですが、一食にかかる分さえそこから手をつけようとはしませんでした。つまりどれだけ宝がそこにあるのかっていうのは分かっても、自分のものにすることは一切しなかった。その通り。で、しかも住むところはまだ元のところにあり、自分は卑しいものだという心も未だ捨てることができないままでいたのです。そうですか。で、またしばらくすると父はこの心がようやく立派になり、大きな志を持てるようになって、かつての卑屈な心根を恥じているのを見てとり、恥じてる、なんちゅうのかな、やっとこう自分を信じれるようになってきたっていう感じかな。なるほど。で、親父の臨終に際してその子に明治、親族、国王、大臣、貴族や長者などを呼び集め、皆が集まったところでこのように宣言したのです。諸君に知っていただきたいことがある。これはわしの息子で、私の元で生まれた子なのである。とある町でわしを捨てて逃げ出し、放浪してさまよい歩き、辛い思いをすることで50年も経ってしまった。彼の元の名前は何々と言い、わしの名は何々と言う。その元いた町でも彼を心配し、探し求め続けていたのじゃが、ここでこうやって思いがけなく息子と巡り合うことができたのだ。彼こそ実の息子であり、私は実の父なのだよ。今わしが持っているすべての財産はすべてこの子のもの。これからここから出し入れするものはこの子がすべて承知の上である。貧乏息子はこの父の言葉を聞いて大変喜び、未だかつてないものを得たことでこのように思うのです。私はこのようなことをもともと願っていたわけじゃなかったけど、この宝蔵を求めずして自然と手に入れることができてしまった。と。以上です。わーすごい、クマさん。はい。で、まあ、この話は長者宮司の例えといって、まあ、法華経の真言本の第4で登場してくる話なんだけれども、この1個前、比喩本の第3で描かれている話が前に紹介した三者家宅の例えだったわけでございます。興味あったらその動画もぜひチェックしてみてね。大白五者を与えたやつですね。そう、この三者家宅の例えを、まあ、弟子に向かって説いてくれたのが仏だったわけですが、それを聞いて歓喜した弟子たちが、私たちはこのように理解しましたよっていうのを、まあ、仏に例え話を使って返している話となっております。つまり例え話を例え話で返しているわけですね。へー、なるほどね。今回のストーリーはどうでしたか、クマさん。うさぎさんや。今回のストーリーはどうでしたか、うさぎさん。すごいなんか良かったですよ。シンプルな話ですけど、よくよくこう法華経に書かれている通りに、書かれている通りに読んでいくと、なんかいろいろ深いんだなっていうのが分かって良かったです。で、ちなみにクマさん。なんだね。一番最後のセリフで、こう求めずして自然と手に入れることができてしまったって、息子が喜んでたじゃないですか。これって、で、これどう捉えたらいいんでしょうか。何が？なんかちょっと私なんかはこれって、どういう意味だろうっていう風に思っちゃうなと言いますか、こう求めずしてもらっちゃったなんかラッキーみたいな、そんな感じがして、まあ、弟子の返答として、これなんて言うんですか、棚からポタ持ち的な答えを、そういうのを返しちゃってる感じがして、でこれっていいのかなってちょっと思っちゃうんですけど、どうでしょうか。なるほど。まあ、そうだな。多分、まあ、三者家宅の子供たちもそうだったんだけども、子供たちはさ、それぞれ欲しがってた車があったわけじゃない？子供たちにとってのあの大白五車っていうのは、初めから求めたものではなかったわけさ。親父は、その子たちの親父は、火事になっているその悩みの炎に包まれているこの家の中から出させるために、それぞれの子供たちが欲しがってたこの車という方便を使って出させて、
ね、うちらで言うところのこの、ね、いい仕事が見つかったとかいい人が見つかったとか、それぞれがまあ欲しがってたもので悩みの炎から出させたと。そこから子供たちのこの親父は、子供たちが想像もしてなかった、まあ、子供たちが当初望んでたどんな車よりもこう自由自在に駆け回ることができるという、ね、どんな困難な人生でも力強く進んでいける最高の車、大白5車を与えたわけです。うん、そうですね。この三者家宅の話の返答ですから、今回の話はまあだから、まあ、弟子たちのこの素直な気持ちというか、孤心の他に何かを求めてさまよい歩き続けた自分たちね、苦しみに翻弄されながらフォローして、こうやって、ね、やっとこう仏の願いに引っ張られて腰に戻ってきた。にもかかわらず自分たちはいやいや恐れ多い、仏と同じなんてもってのほかだと、自分たちは自分のたちのいるこの場所で十分なんだと思ってたと。それでも仏は自分たちが理解できる方便を使ってずっとこう関わりを続けてくれて、自分たちが何者か分かる日が来るのを見守り続けてくれて、でこうやって自分たちの想像のはるかに超えた、ね、苦悩を滅する、それができる仏の働きっていうのは自分の個心の中に内在しているんだと、すべてこの宝蔵というのは個心にあったんだと、それが得られたことへの喜び、これがやっと理解できましたよというのを素直に仏に伝えたシーンだったわけですわね。なるほど、法華経のストーリーは深いですね。そうだね。ということで今回は長者宮司の例えでございました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語で総括でした。またね。